こんばんは、海徳です、えー。今日の日付は3月29日水曜日、えー、ただいまの時刻21時18分です。えー、今日はですねあの、タイトルとサムネにもある通りなんですけどあの、僕の今後の活動と、あとお知らせになりますね。はい。ということで、えー、今からちょっと話していこうかなと思うんですけど、あの僕は今あの、高校2年生で今17歳。 なんですけど今日あの高2最後の投稿、えー、日であの今日も高校行ってきたんですけど僕4月からあの高校3年生にあの上がることにまあ普通になってで高校3年生ってなると受験の時期になってくるのでやっぱりそれなりにやっぱり忙しくなってくると思うんですよね。はい えっと、高校3年生ってなると、やっぱり受験とかで忙しくなってくるので、僕の動画投稿ペースとかもしかしたら落ちるかもしれないっていうことになるんですよね。はい。で、一応最初に、まあ、とりあえず高校3年生、まあ、無事昇格したっていうのは、まあ、とりあえず、まあ、いいんですけど、やっぱり、この YouTube の活動としても、やっぱり続けていこうかなと。まあ、高校、 今の高校2年生、そして高校3年生、で、そして高校卒業後もですね、YouTube の活動はまあ続けていく、できるだけ続けていこうかなと、まあ思っているんですけど、まあ受験の時期ってなると、やっぱり投稿ペースとかが多分、僕としては多分落ちる可能性があると思うんですよね。はい。まあ更新頻度がかなり下がるっていうことですね。はい。まあそうですね。やっぱり、あの、高校3年生ってなると、やっぱりまあ、 それ一層勉強とかが忙しくなって、テストとかもかなり、ま、点数取っておかないと、ま、ここ卒業できないっていうのがあるので、やっぱり、ま、定期テストとかが近づくと、やっぱり、ま、更新頻度が下がるっていう可能性は、ま、なきにしてもあらずですね。はい。ま、そんな感じですね。で、ここからですね、あの、僕のね、えっと、 2023年のあの活動についてね、今から話そうかなと思います。えー、この2023年、今3月の29日でもう来月も4月になるんですけど、えっと、2023年の今からですね、3月29日、まあこの動画が上がってるのは多分4月だと思うんですけど、まあ3月から、えっと、 6月までですね2023年の6月までは一応毎日投稿は続けていく予定ですね。はいで、2023年の7月からになるんですけど、えっと、やっぱり面接練習とかも入ってくるので、やっぱり、まあ、投稿ペースが落ちる、まあ、下がるっていうか、投稿頻度が下がるっていうか、まあ、ショート動画が多分、僕としては7月は多分多くなるんじゃないかなと、まあ、思っておりますね。 はいまあ2023年7月8月あたりはですね多分もしかしたら長尺動画の更新が減って、えー、ショート動画の更新が多分多くなるんじゃないかと僕は予想しております、まあ、あくまで先の話なので本当にそうなるかは分からないんですけどもしかしたら動画投稿しないっていう可能性も、まあ、忙しすぎて、まあ、しないっていう可能性もありますからはいで 2023年の9月ですね。えっ、ー、と、9月ってなると、やっぱり学校行事とかもかなり多くなるので、やっぱり、まあそことかはね、多分、まあ大丈夫だとは思うんですけど、まあそうですね。僕、も2023年にもぶっちゃけ言うと受験あるんですよね。はい。入試がもうあって、で、それに向けての勉強とか準備とかもいろいろしないといけないので、多分おそらくそれも準備しないといけないというか、もう準備段階もう始まっているんですよね。まあもうこの、 今の高校2年生の後半ぐらいからもう始まっていて、でも高校3年生はもうその総仕上げの時期となってくるので、で、その、2023年の9月からはですね、えっと、もう受験の総仕上げということで、もうエントリーシートとかもかなり書かないといけないので、多分9月ってなると、えっと、動画投稿ペースっていうか、動画投稿の頻度が下がって、多分、コミュニティってあるじゃないですか。あの、なんか、なんか、 チャンネル開くとなんかコミュニティ出てきて、その、そこに画像を投稿できて、なんか今日の一言みたいな。あとアンケートを取るみたいな。あと YouTube のなんかチャンネルリンク貼れるみたいな。まあそういうのがあると思うんですけど、多分、僕の予測なんですけど、9月、2023年の9月から11月は、えっと、動画投稿、 頻度はね、多分下がるんじゃないかと僕は予想しております。そして、コミュニティの方の、あの、なんか投稿ですね、あの、画像とか投稿する方が多分、傾向として僕が予想する限りは多くなるんじゃないかなと僕は予想しております。はい。で、そしてそこからなんですけど、主に2023年の12月以降なんですけど、多分、その時は多分、臨時列車とか普通に撮影しに行くと思うんで、 多分まあ受験まあ一応第1段階が終わったっていうことになるので多分12月は普通に動画とか撮影してまあ徐々に復活していく形には多分なるとは思うんですけどまあそうですねやっぱり受験の時期ってなるとかなり、まあ、忙しい時期になるのでやっぱり、まあ、もしかしたらえっとそれよりも早くまあ投稿とかでお知らせすることもあるかもしれないですね。 はい、まあそんな感じですねまあとりあえず、まあ、僕ここ今2年生ですけど、まあ、3年生に上がってでやっぱり、まあ、受験とかでやっぱり忙しくなることも多くなると思うんでやっぱりそして、まあ、無事に進路を実現させるためにやっぱり頑張,ら頑張らないといけないので多分動画 YouTube とかはね、えー、できるだけまあ遠く 投稿は続けていこうとは思ってるんですけど、まあ、一番の最優先事項は、まあ、勉強とかの方なんで、まあ、YouTube は一応二の次として今頑張っている状態なんですよね。はい。で、YouTube は、まあ、二の次ということで、やっぱり、第一は勉強なんですよね。僕の今の段階としては、やっぱり、第一はやっぱ勉強を入れ、視野に入れて、 まあ YouTube は二の次っていう感じで入れていった方が、まあ、僕としてはまあ一番いいんじゃないかなと、まあ、思っているので、まあ、とりあえずかざっくり言うと、えっと、今の3月今日の3月29日ですね3月29日から、えっと、2023年の6月あたりまでは、えっと、普通に毎日投稿は続けてい,いく予定ですはい で、7月から8月は、えっと、ショート動画が多分多くなるんじゃないかと予測しております。で、9月はですね、えー、動画投稿ペースが下がって、で、あの、コミュニティの方の投稿、まあ画像とかの方ですね、画像とかの方の投稿が多分おそらく多くなるんじゃないかなと、まあ思っております。はい。 で、10月、まあ、11月とか12月は多分、まあ、11月とか12月の方はですね、多分ほ、普通に多分撮影しに行って、まあ、徐々に復活していく形には多分なると思うんですよね。はい。ということで、えー、今日はですね、えー、今後の僕の活動と、えっ、ー、と、あと、新郎先とかに影響するような、まあ、まあ、なんて言うんですかね、あの、 まあ、進路実現に向けての動きを、まあ、YouTube で話すという形になる動画でしたね。はい。ということで、とりあえずですね、あの、僕は一応第一は勉強で、まあ、第二段階が、第二段階っていうか、二の次が YouTube という感じの形にはなるので、えー、っと、本当に今後とも頑張ってまいりますので、えー、よろしくお願いします。ということで、えー、今日はですね、 えー、こういう急遽お知らせ動画にはなってしまったんですけどえっとこれはやっぱり自分としてやっぱり進路を実現するためっていうのとまあ自分のモチベーションっていうか実績を少しでも残していくためにやっぱり頑張らないといけないのでやっぱり本当にまあそうですねまあ受験をしっかりと乗り越えてまあまたこのような YouTube のね、活動をね、しっかりと行えるように、頑張っていこうかなと思っております。ということで、今日の動画は、こんな感じなんですが、以上になります。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いいたします。SNS 等はね、概要欄に貼っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今後も解読をよろしくお願いします。 ということで、本日もご視聴ありがとうございました。